レバナスで自由を手に入れるレバレッジ投資家イツです本日もよろしくお願いいたします今日のお題はこれということでさらなる追い打ち NVIDIA ショックということでねまあ、決算をミスったということになってるんですけれどもねアメリカのマーケットが閉まりましてその後 NVIDIA の方の決算があったんですけれどこの決算内容で 時間外取引でね、NVIDIA の方が下落しておりますと、えー。ということなので、その余波が、えー、今日も押し寄せてきて、SOXL、もしくはレバナス、下げていくのか。 ということでね、下落トレンド真っ最中のレバナスですけれど、下落局面辛いでしょう、辛いでしょうというね、言う人が多いんですけれど、それ本当に正しいのということでね、辛い相場ですが乗り切っていきましょうとかいうね、う人いますけれどもね、私的にはね、全然辛くないと思ってますんでね、まあ、このあたりのこともしっかりとね、紐解いていきたいということで、それでは、スタートです はい。ということでね。えー、まずはいつも通り、国債の方を見ていきましょうということで、10年再利回り2.75。若干落ちました。2年再利回り2.50。こちらも若干落ちました。3ヶ月もの1.04ということでね。いやー、強いですね。3ヶ月もの。全然落ちないということで、ここでね、踏ん張っております。 10年ものと2年ものの逆イールドっていうのはもうすでに発生しておりますので、1年から2年後にリセッション、景気交代がね、来るんじゃないのかという懸念があります。今のところね、過去は逆イールドが発生すると100%リセッション入りしているというね、事実があります。まあ、それをね、確定させていける材料としますと、 まあ、10年再利回りと3ヶ月もの利回りのここの点検証ということで、逆イールドが発生すれば、まあ、ほぼほぼね、リセッション入りっていうのは間違いないんじゃないかというふうにね、まあ、言われてるんで、これを毎日観測してるんですけれど、まあ、じわじわっとですけれど、その差が狭まりつつあると。今、株式も下落しております。このままリセッション入りしていくんじゃないかとね、予想している人たちも多くいる中で、まあ、じりじりと差が縮まっていってるのはね、その、 明なのかかかどううとととといいいいこともねし、えー、しっかりと観測していきたいと思いますさあ25日のアメリカのマーケットが閉まってからですよね、NVIDIA の方が決算あったんですけれど、予想を下回ったということで、NVIDIA の、ね、株が下落していると。この NVIDIA の下落がね、NVIDIA だけではなくてね、他の半導体企業にもね、飛び火しているということがありますので、それがね、 ナスダック,、まあ、クルが落ちるのは半導体ですからね飛び火がしていくとなったとしてもレバナスにまでねその火の粉が襲いかかってくるのかどうかというのがね一、まあ、つ今日のポイントになってくるのかなと。 中国のね、サプライチェーンとウクライナ戦争でのね、売上高の見通しが重しとなったということで、まあ、ここがやはりね、大きなネックになっていると。ただしなんですけれど、2月から4月の売上高っていうのは46%増加しているわけですよね。82億9000万ドルと。これはアナリストの予想平均81億ドルを上回ってきておりますんで、 何の問題もないと思うんですよね、うんえー、そして1株当たりの純利益1.36ドル、市場予想は平均1.30だったんで、こちらも、ね、問題なくクリアしているんで、そんなに言うほどね、株価に影響があるような決算なのかということだったんですけれど、ただこれなんですよね、5月から7月の第2四半期の、ね、売上高が81億ドルの、ね、見通しと、ブルームバーグ集計のアナリスト予想平均は8 4億4000万ドルだったんで、まあ、こちらの方が ミスったということで株価下がってるんですけれどいやそんなに言うほどミスってるのかなという気がしますんで、まあ、私的には昨日一時期ね この発表があって、NVIDIA の底力を期待していた人たちがパニック売りを起こしたのかなと思うんですけれど、1日経ってみてね、よくよく決算書を見ていれば、え、そんなに言うほど悪くないよね、と。えそしてまあ中国のロックダウンの問題とか、ウクライナ侵攻の問題とかがあるからね、5月から7月の方の売り上げの方もね、まあアナリスト予想ほどは伸びていないということですけれど、まあこれって普通のことじゃねというふうに今日折り込んでいれば、 意外と今日はね、株式上がるんじゃないのかなと思ってるんですけど、まあ上がる下がるっていうのはね、相場が始まってみないと分かりませんけれどね、まあ、このあたりを注目していってね,ね、これ上がるようでしたら、あ昨日でね、えー、もう一応 NVIDIA のショックは終わってたんだなと。えー、そしてプレマーケットからマーケット始まって、その後ですよね、マーケット始まった後とかプレマーケットっていうのは下がるんじゃないかなと思うんですけれど、マーケット開いてからね、ちょっとしてから、都市化の人たちが落ち着いたら、 私は今日ね、上がっていくんじゃないのかなと思うんですけれど、さあ、これはね、ライブ放送をかけていきますんで、えー、皆さんとね、えー、まずはここ、ライブ放送でもね、確認していきたいと。えー、そしてね、やっぱりあの、お金のある企業っていうのはね、 対応できますよねということで、アップルなんですけれど、えー、従業員向けのね、えー、報酬予算を増額へということで、今、物価がね、えー、高騰しておりますので、アップルの方は、従業員のね、えー、お手当の方をね、えー、上げていくということでね、これ、儲かってる企業だからこそできることですよね。えー、まあ、アップルの株はね、だだ下がりですけれども。 うん、けれどもえ、アップルで働いてる人たちはえ、しっかりと給料は上がっていくということでね、もうね、このあたりを見ていただいてても、今、株式は低迷してますけれどもね、価値あるものが値段を落としてるだけと、えだからガチ保持してる、もしくは買い増ししてるえ、そういうふうにいいんじゃないかと、ただ個別株は怖いので、ね、ナスダック100という、ねまあ、指数を取り扱っていきましょうということになるわけですよね。 まあ、こちらがね、仮想レバナス、QLD のチャートの方になってますけれどね、えー、まあ、毎日見てますけれど、どう考えてもね、目下大暴落中と言ってもいいだけどね、まあ、下げは来てますよね。コロナショックの時の下げ幅よりも、もう今ね、率だけで見たら下がっておりますからね、えー、ここはそのうちね、ウクライナショックか、パウエルショックか、えー、何らかのね、ショックという名前がつくんでしょうね。まあ、そんなレバナスですけれど、5月の25日の基準価格が2万、 んで747円と、えー。ただし同じ日ですよね、QLD の方がプラス2.86で引けておりますので、今日のレバナスの基準価格の予定っていうのが2万1340円ということになってますから、この2万1000円と2万円の攻防ですよね、今のところ。えー、これをそのうちちね、どっちに 振り切ってくれるのか、2万円を割ってしまうのか、それとも上に上昇していってね、高値を目指していってくれるのか、というところをね、まあ見ていきたいと。まあ当面はね、まだまだ気楽トレンドということになっておりますからね、まあ下がっていくでしょうけどね、はい。 まあそんなね、下落トレンドもあっただなんかのレバナスですけれど、下落局面辛いでしょう、辛いでしょうという人がいますよね。えそして今あ辛くてもね、頑張ってね、ガチをしていきましょうとか、買い増ししていきましょうというね、ことを発信するまあユーチューバーさんとか Twitter の人たちっていうのが多いと思うんですけれども。 株式市場においてっていうのは、上昇局面、下落局面ってことれ当たり前のことなんですよね。今当たり前のことが当たり前に起こっていると。暴落っていうのもやっぱり10年に1回ぐらいのペースではね、大きい暴落っていうのが来るわけですよね。それは過去見てたらわかりますよね。で、過去のチャート見ていたときにね、ああ、コロナショックの時の底値でね、レバナンス変えたらなーとかってね、みんな思ってたわけですよね。けれど実際にその下落局面が来てね、喜ばないといけないのに、 コロナショックの時のね、水準に戻らないかなとかって言ってた人、どこ行ったんですかねということでね、え、コロナショックの水準に戻ったら喜んで買うんじゃないのと、上昇局面の時にね、レバナスを持ち上げてた人たちが、今、下落局面になって、マイナス50%というね、下落率を叩き出した時にはね、手のひら返ししているということで、これは株式市場においては当たり前のことが当たり前に起こってるだけなんですよね。これね、考え方一つなんですよ。 ギャラクトレンド中にね、ブル型の商品、レバナスとか速度を使って投資してる人には辛いんですけれども、資産形成している我々にとっては価値あるものが安くなっているだけなので、チャンス以外の何物でもないわけですよね。私たちをまず資産形成をしたいのか、それとも投資をしてね、自分の現金を増やしていきたいのかっていうことをね、しっかりと認識していかないといけないと。我々資産形成してファイヤーをしていくということで考えますと、 10年後とか15年後の利益が確定されていればいいだけの話で、今がね、含み益が出ている、含み益が出ていないなんていうのはね、どうでもいい話なんですね。逆に言うと、今、大暴落中で価値あるものが安くなっている、ここでレバナスを購入する、もちろんですけれども、含み損益っていうのが出ますけれど、今この含み損益が出れば出るほど、それはね、 将来の利益でしかないということをしっかりと認識するべきですよね。レバナスソクルの長期保有をされてる方、資産を形成されてる方にはもうチャンス以外の何者でもないと、えー。ただしね、私は長期保有でしかレバナスの魅力っていうのは発揮できないと思ってますけど、世の中にはね、レバナスっていうのを10日以上持ったらダメですよと、えー。短期間で売り返しないととかっていう人たちもいてるわけですよ。えー、そういう人たちにとっては 今のねこの期間っていうのはすごくしんどい期間だと思いますよ。けれど、我々資産形成しているしっかりと定額積み立てをしていきながらこれが一括でも分割でもいいですよ。えー、そして、えー、安くなった時だけスポット購入をしてあとはガチ保しているレムナスソクル長期保有ホルダーにおいてはなんのね辛い面なんていうのはないわけですよね。まあですから今のねこの下落トレンドっていうのは長期保有。 資産形成をしている人にとってはね、えー、何のデメリットでもないと、メリットでしかないということですね。えー、そしてね、あとはね、見方を変えていかないといけないんですよね。何かというと、まあ、今ね、レバナスを使って資産形成をされている方っていうのは、ブル型の商品を使ってね、資産を形成していくという人たちなんですよね。けれども、世の中にはね、ベア型、インバース、 下がった時にね、利益が出ていくというものを使いね、現金ポジションを増やして、その後に資産を購入する人もいるということなんですよね。ベア型インバースの商品っていうのは、株価が下がれば下がるほど、ソクルが下がれば下がるほど上がっていくっていう商品があるんですね。SOXL に対しては SOXS というものがね、あります。L と S で考えていただきますと、当てはまっていくと思います。このね、 S, S 型の商品を使って現金ポジションを増やした後に資産を購入する。これどういうことかというと、アメリカの株式っていうのは必ず右肩上がりで上がっていくわけですね。長期間で見ますと。ということは、このベア型の商品っていうのは持っている期間が長ければ長いほど損をしてしまうという商品になってくる。恐ろしい商品になってくるわけですよね。そりゃそうですよね。 アメリカの株式というのは右肩上がりで、ね、上がっていくわけですから、天井知らずで上がっていくわけですからね、上昇局面に移ったときに、いつまでもこのベア型とかインバースの ETF 商品なんていうのを持っていたら、次いつね、このベア型が上がっていくのかっていうと、リセッションが来ない限りは上がっていけないわけですよね。えー、ということなんで、これ持っていれば持っているほどね、損をするという商品なんですけれど、ただ、今のこの暴落中に使いますと、爆発的なね、 現金ポジションっていうのを増やしていくことができるわけなんですね。これを使いこなそうと思いますと、すごくね、高度な取引が要求されてしまいますので、再現性は限りなく低いんですよね。限りなく低いんですけれど、使いこなせる人にとっては、下落トレンドで現金を増やしていくということは可能なんですね、えー。そしてこのね、ベア型のインバースで資産を結成するということはできません。なぜか、持っていれば持っているほどね。 価格が下がっていくわけですからね、えー。ということになりますので、このインバース型の商品っていうのは短期間に使って、そして、えー、上昇局面に移った時のね、安くなってた時のレバナスとか999とか S&P500 とかね、えー、そういった指数に乗せ替えて、えー、そしてね、えー、また上昇トレンド中は上昇トレンド中で、えー、資産を増やしていくというね、えー、方法を使う人たちなんですよね。ということなんで、今ね、 ブル型の商品しか使っていない人っていうのはこの下落トレンドっていうのはね厳しいかも分かりませんけれどもベア型とかインバースを使ってる人たちにとってはね格好の稼ぎどころでしかないわけなんですねですから株式市場において上昇局面であろうが下落局面であろうがこれは 当たり前のことが当たり前に起こっていることと、えー、そして下落トレンド真っただ中でしっかりと利益を出していこうと思った時にはね、やっぱりこのベア型インバース型っていうのを使っていかないといけないわけですよ。ですけれども、これは再現性がありません。レバナスっていうのは購入して長期間保有していれば誰でも勝てる再現性の塊のね、資産形成する商品なんですけれど、このベア型インバースっていうのは、 限られた人しか成功しないと、えー、いうことになってしまいますんで、お勧すすめはしませんけれども、そういう局面もあるんですよと、下落局面でもしっかりとね、今、稼いでいってる人たちっていうのがいるんですよということを、えー、しっかりとね、皆さんに今日はお伝えしたかったということになるわけなんですよね。ですから、下落トレンドがしんどいでしょう、しんどいでしょうっていうのは、ブル方の商品しか扱っていない人たちに対してのメッセージということで、 ビア型をね、使ってる人たちからすると、あ、補償か、こいつ、とこう思われてるわけですよね。えー、ですから、まあ、株式、今ね、ギャラクトレンドになってて、含、え、み、ー、損益がすごく出て、辛い辛いと思われてる方もいてるかもしれませんけれど。 それはね、ブル型しかやっていないと。じゃあ、ビア型にチャレンジするのかっていうと、そういうことはお勧めしません、ね。ブル型はガチをしてたらいいんですよね,ね。利益がどれだけマイナスをね、叩き出して言うと、ガチをしてたら勝てるということになりますんでね。ですから、今ね、下落局面でブル型を使って誰でもが勝てる、再現性のある 資産形成っていうのはレバナスをガチ保。そして余裕ができた時に安いのでスポット購入。もうこれだけね、えー、いけるということになりますんで、えー、決してこのね、アメリカの株式の下落中っていうのが辛いもんではないんですよということをね、まあ理解していただきたかったということでね、えー、今回はこの動画を回しております、えー。ですからレバナスはガチ保していたらいいんですということで。さあ今日も22時から本当に NVIDIA ショックがね、 えー、来るのかどうか確認していきたいということで、ライブ放送の方をかけていきたいと思います。ライブ放送のご参加、お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。